皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ソフトバンク7から4日本ハム、3日、水穂ペイペイドーム。ソフトバンクは5点リードをひっくり返されたが、優勝が堅いことは変わらない。ここ10年のパ・リーグを見る限り、85勝すれば、ほぼ優勝する。残り48試合で24勝と、ちょうど勝率5割でいい。 現状の戦力で5割を切るとは考えにくい。優勝ラインが85勝より下がることも十分ある。数字上は9割9分9輪、ソフトバンクの優勝となる。ただ、気になるのは油断、としか言えないプレーだ。1点リードの8回、下位の判断ミスから追いつかれた。1、2塁でヘルナンデスがスライダーを引っ掛けた。ワンバウンドすると見たのだろう。 回はブロッキングの姿勢をとったが、バウンドはせず、ミットの土手に当てるパスボール。二塁走者に三塁へ進まれ、万波の同点打につなげられた。油断は三回にも見られた。周東の敵地ちの安打で六点目を奪い、なお一・四・一・三塁。ここで周東は二投を試みたが、簡単に刺された。柳町も空振り三振で七点目はならなかった。 5点リードを奪い、投手はエースの有原という状況で、勢いに任せて走ってしまったのだろう。すると、直後の4回にツーランを打たれ、5回のスリーランで追いつかれた。結局、もっと点を取れる時に取っておけば、逆転負けはなかったかもしれない。とはいえ、ソフトバンクの戦力の充実度は群を抜く。最強の矛と盾を備え、 さらに37失策はリーグ最小。打ち勝っている印象が強いが、実は守り勝ってきたチームでもある。この日もかわせ今宮の二遊間がいい守備を見せた。油断をなくせば、すでにほぼ堅い優勝が、さらに堅くなるはずだ。日本ハムは初回に浅間が二刀、軍司が右打ち狙いから死球を選び、聖宮が先制だ。 8回の逆転も2つのギダが効いた。やるべきことをやっている。ソフトバンク以外には勝ち越している。優勝は厳しくても、ソフトバンク戦の負けを減らすことが、順位を上げる鍵になる。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。